映画鬼滅の刃が大ヒットを記録し世間を賑わせている今日この頃ですが、我が家の猫たちはというと、鬼滅の刃？何それ？美味しいの？と言わんばかりののんきさを見せつけながら、あくまで世間のペースに惑わされず我が道を行く猫たち。何かと周囲に合わせてしまいがちな現代人、その一人である私も猫たちのこののんきさ、いい意味で見習っていきたいと思います。しかしそこはやはり私も日本人、流行の波に乗れないことに言いようのない不安を覚えた状態で、さらに追い打ちのように毎日毎日メディアに煽られた結果、無事 Amazon プライムで鬼滅の刃鑑賞会を開催することと相なりました。しかしファンの皆様からすると、私などにわかもにわか、どこぞの IT 担当大臣がパソコンを使えないのとそう大差はありません。そんな人間が動画で鬼滅を語るなんてちゃんちゃらおかしいと鼻で笑われてしまいそうですが、無礼を承知で一つだけ言わせてください。イノスケというイノシシの皮をかぶったキャラクターがいますよね。あれ実際にいたらめちゃくちゃ怖くないですか？著作権の都合で画像は載せられませんが、この後実物が出てくるので見たことない方もご安心ください。もしかしたら物語が進むと、実はあの顔は一緒に育った兄弟同然のイノシシの形見の顔だったなんていうチョッパー顔負けの感動ストーリーがあるのかもしれません。しかしにわかな私がそんなことを知るはずもなく、実際にいたら絶対に怖いだろうという素朴な疑問で頭の中がいっぱいになってしまい、アニメの内容が全く頭に入ってこなくなってしまいました。こうなったら実際に試してみるしかない。さて思い立ったが吉日、早速伊之助に登場してもらいましょう。ということでサンタさんや節分の鬼よろしく、なぜか家庭でコスプレをするのはパパと相場が決まっているため、私自らコスプレをさせていただきます。中年親父はいいから早く猫を見せろと思った9割の視聴者の方々は早送りをしてください。ちなみに早送りという言葉に違和感を感じなかったそこのあなた、中年とは言いませんがもうお若くはないようですね。早送りという言葉、最近の若者の間では死語らしいです。
タビ、ごめんごめん。ごめんごめん。ごめんごめんごめん。尻尾太くなっちゃった。ごめんね。びっくりした？タビ。ごめんね。お兄ちゃん、兄ちゃん、お兄ちゃん、何？お化け怖い？お化け怖い。怖いの？豚のお化けが来たらどうする？無視する。え、何？無視する。無視するの？お化け無視するの？そう。あ、そう。じゃあ豚のお化けが来たら無視してね。はい。いて。
Thank you.